こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は平成中に取り逃し死の後編を語っていくぜ。前回の動画を見てない方に簡単に説明すると、元中日のスカウトで、38年ドラゴンズの編成に携わった中田宗男氏の著書、星野と沖合のドラフト戦略元中日スカウト部長の回顧録を参考に、本来なら獲得が予定されていたり、指名の機会があったにもかかわらず見送られ、結果として他球団で大成した選手たちを紹介する企画だ。前回はイチロー選手をなぜ指名しなかったのか、その他にも中村則弘、松井和夫、西口文也らを取り逃した経緯を紹介したよね。後編は1999年のドラフトの裏話をご紹介していこう。確かドラフト前に星野仙一監督から、チーム強化の戦略上、指名選手は3人と言われてたのよね。野球ファンの方なら、ドラフトで3名しか指名しないことに違和感を抱く人も多いだろう。中日の歴史の中でも、一度のドラフトで3名しか獲得しなかったのはこの1999年だけだ。大体5、6人は獲得するのが一般的だもんね。前評判が高いドラ1でも戦力にならないことがあるから、3名しか獲得しないのはかなりリスキーに感じるわ。どうしてこんな戦略を取ったの？実はこの年のオフに FA で2人の選手を獲得できる目処が立っていたそうなんだ。それで枠を開けておく必要があったのね。しかし、この年の中日は11年ぶりとなるリーグ優勝を果たすなど、戦力が充実していた年であった。直近のドラフトでも、上位指名で荒木正宏、小山慎一郎、森野正彦、森翔吾らの高校生選手を獲得しており、ファームの状態も良好になりつつあった。枠を開けようにも、切る選手があまりいなかったのね。星野監督としては、せっかくリーグ優勝したチームのいい雰囲気に水を差したくないという思惑もあったそうだ。現有戦力は充実、ファームにプロスペクトを多数保有、その上外部補強の算段も立っているとなると、ドラフトで指名できる選手の枠がかなり少なくなっていたのね。補強はあくまで手段であって、目的ではない。現状で編成が十分な場合、通常通りの選手数を獲得することに固執する必要はないというわけね。しかし、星野監督が描いていた補強戦略の青写真はもろくも崩れることになる。まずドラフトで、中日は1位で國學院大学久我山高校川内隆也、2位で東福岡高校田中健介を指名したが、いずれも抽選を外してしまう。上位指名で獲得したかった選手を取り逃がしてしまったのね。その結果外れ1位で東邦高校朝倉健太、2位で滝川第二高校福沢貴弘という、2人の高卒投手を獲得した。FA で選手を即戦力を獲得できる見込みがあったから、ドラフトでは将来性の高い高校生の指名にリソースを割いたのね。話は少し逸れるが、ドラフトで未来の戦力を獲得し、即戦力補強は FA やトレードに頼るのは、星野監督の一貫した強化戦略だったそうだ。NPB のファンはドラフトに速攻性と長期性の両方を求めがちだけど、それらを一度のドラフトで両立させるのは至難の業だもんね。基本的に外部補強で中長期的に計算できる人材を獲得することは難しい。であるならば、ドラフトでは若くて将来性のある選手に投資すると割り切るのは、非常に合理的な思考に思えるな。星野さんは監督としてよりも、GM としての手腕の方が素晴らしい人だったけど、その根底にはロジカルな補強戦略があったのね。3位では即戦力候補のトヨタ自動車山北重俊投手を指名。その段階で、中田さんは改めて星野さんにもう一人指名できないかと、相談したそうだ。予定を変更してまで、獲得したい選手がいたの？実は関東地区のスカウトから、堀越にAピッチャーがおると推薦され、一緒に試合を見に行って、その素質に惚れ込んだんだ。堀越って芸能人が数多く通ってる学校ってイメージだけど、野球も強かったのね。21世紀になってからは低迷気味だが、春5回、夏5回の甲子園出場実績がある古豪高校だからな。中日関連だと、井端弘和選手の母校として認知してるドラゴンズファンも多いんじゃないか。案内不思議の選手が、そんな華やかな高校に通ってたなんて、ちょっとギャップがあるわね。ちなみにここで紹介するその逸材選手はスタイル抜群で、芸能人として大成した世界戦もあったかもしれないほどのルックスを持ち合わせている。で、一体その逸材は誰なのよ？その選手とは、この年のドラフトで近鉄に5位指名を受けた、岩隈久志投手だ。21世紀のプロ野球を代表する投手の一人じゃないの。岩隈投手は日米通算170勝をマークし、最多勝、最優秀防御率、最高勝率、沢村賞、ベストナインと、数々の個人タイトルも獲得したレジェンドだ。そんな投手を取り損ねたなんて、高校時代の岩隈投手は甲子園の出場実績もなく、全国的に無名の選手であった。それでスカウトとしても強く押せなかったのね。
中田さんは岩隈投手が本格化するまでは多少時間がかかると見ていたそうだが、岩隈投手は2年目に4勝を挙げると、4年目からは2年連続で15勝をマークするなど、恐ろしい速度で急成長を遂げた。これには星野さんも、あの時ほんま岩隈取っておけば、あれは大失敗やったな。俺のせいや、と頭を下げたそうだ。まあ、ドラフト開始名で岩隈投手ほど活躍するケースも稀だから、強くは攻められないわね。補強戦略上、指名できる数が少なかったわけだし。ところがその当てにしていた FA 補強は、びっくりするほどの空振りに終わってしまう。実は星野さんが獲得できると踏んでいた選手は大栄工藤公康、広島伊藤明の二人だったんだ。二人ともミレニアム補強で巨人に移籍しちゃってるじゃない。二人の移籍した経緯は過去動画の、新三大遺体 FA 流出しの西部、広島編で解説してるので、詳しくはそちらを参照してもらおう。工藤投手は中日、江藤選手は横浜移籍が濃厚だったけど、長嶋茂雄さんの直接交渉で、気持ちが一気に巨人入りに傾いたのよね。当時の巨人ブランドとミスターのカリスマ性を考えると、ジャイアンツの移籍に抗うのは難しかったからな。ドラフトでは田中健介と岩隈、FA では工藤と江藤を取り逃がすなんて、なかなか悲惨な結果に終わったストーブリーグになったわね。余談だが、中日は96年のドラフトで、安田学園高校の阿部慎之助選手を3位で指名する構想があったそうだ。安田学園の監督は中田スカウトの大学時代の後輩であり、阿部はうちが指名するぞ、と伝えるほど、その打撃センスに惚れ込んでいたらしい。21世紀のプロ野球では、最高の打力を誇るレジェンド捕手だったもんね。ところが、9月になってから、阿部は中央大学に行きますと、安田学園の監督から断りの連絡が入ったそうだ。聞けば、巨人のスカウト部長の末継俊光さんと阿部選手のお父さんは共に中央大学野球部の OB。高校生の時点で、4年後の逆指名制度を使っての巨人入りルートが敷かれていたようだな。まあ、かなりの額の裏金が動いていたとも言われるし、札束とコネの両方の面で、中日が付け入る隙はなかったわけね。2001年のドラフトでは監督変更の影響で、逸材を取り逃がしてしまう。春先の時点では、星野監督から、なんぼピッチャーだ、ドームだと言っても、大きいのを打てる選手がいなくなったよな。今年あたりでホームランを打てるバッターを一人取らないといけないな。誰かおるか?と聞かれたそうだ。中日は守りかつ野球と言われがちだけど、強かった時は山崎武史、レオゴメス、福留孝介、タイロン・ウッズ、和田和弘など、打てる選手が必ずいたもんね。本拠地名古屋ドームは12球団でも突出して得点が入りにくい球場ゆえに、認知の歪みが起こりやすい。黄金時代の打ち合いドラゴンズは、投手より打線の力で勝ってるシーズンの方が多いくらいだからな。それで、この時期の中日打線はどんな状況だったの ?2000 年の中日はリーグ2位だったものの、得点と失点は共にリーグ5位で、得失点差マイナス73はリーグ4位であった。運よく2位に入れたけど、戦力的には決して充実してたとは言えない状況だったのね。さらに長年チームの主力として活躍してきたゴメスは35歳、山崎武史は33歳と高齢化しており、その長打力に陰りが見え始めていたんだ。春先の時点で、星野監督が長打力のある選手を求めていたのも頷ける編成状況ね。結局その星野監督の分析は不幸にも的中してしまう。2001年の中日は借金12を抱えてしまい、4年ぶりの B クラスとなるリーグ5位。失点数こそリーグ最小であったが、得点はリーグ5位にとどまり、結果的に得失点差がマイナス30になってしまったんだ。得点力不足で上位進出を逃してしまったのね。前述した選手以外にも、立浪和義、関川浩一が32歳、中村武史が34歳とベテランの域に達しており、野手の世代交代は急務な状態であった。チームは過渡期を迎えていたのね。幸いこの時点ですでに福留、荒木、井端、森野らを保有できていたが、将来の主力打者候補を獲得し、黄金時代の基盤をさらに固めたい状況であった。そこで中田さんはうってつけの選手がすぐに頭に浮かんだそうだ。それは大阪桐蔭高校の中村武也選手だ。おかわりくんさんじゃない。ちなみに中村武史選手との混同を避けるために、ここでは中村武也選手をおかわりくんと呼ぶことにする。映像を見た星野監督は、ずんぐりしとるけどええやないかと、気に入ってくれたそうだ。中田さんが、一巡目なら確実に取れると思いますと進言すると、星野監督は、じゃあ中村を第一に考えておけと、おかわりくんを1位で指名する方針に理解を示してくれたそうだぜ。だけど、結局おかわりくんを指名することはなかったのよね。実はシーズン終盤になって、星野監督の辞任が決まり、2002年からは山田久志ヘッドコーチが監督に昇格することになったんだ。なるほど。そこでドラフトの方針に変更が加えられてしまったのか。
中田さんは山田新監督に予定通り岡割くんを一巡目で指名することを伝えたが、話を聞き終えた山田監督からは、中村？誰それ？と言われたそうだ。まあ、シーズン中は現場で働いてたわけだから、アマチュア選手について詳しくないのも無理はないよね。当時はまだ大阪桐蔭ブランドは確立されておらず、おかわりくんも甲子園出場実績がなかったからな。山田監督は中村選手よりも日南学園寺原隼人投手を推していたそうだ。しかし中田さんは、ボールは確かに速いですけどちょっと棒球気味ですし、時間もかかるタイプですよと、スカウト陣の評価を説明。結果的に寺原投手のプロでのキャリアと照らし合わせると、その分析はバッチリ当たってるわね。ただ山田監督は、いやそんなことはない。俺が甲子園で見た中では一番魅力を感じると、譲らなかったそうだ。山田さんは通算284勝を誇るレジェンドだし、オリックスと中日の2球団でピッチングコーチとして実績を残した人でもあるから、そう簡単に納得してはくれないわね。とはいえ、スカウトだっていろんなアマチュア選手を見てきた経験もあるわけだし、すごく時間をかけてその年の候補選手を精査してきたんだから、いきなり新監督が方針に口出しするのはどうかとも思うわ。監督の任期は大体2、3年で終わることが多く、長期政権を任される例は非常に稀である。そのため、中長期的なビジョンを持って編成を考える監督は少なく、多くの場合、短期的な思考でチームの状況を判断してしまうのが現実だ。経済統計学でも、人間は直感的に短期的な利益を求める傾向があるって言われてるし、山田監督からは、どこを守れるの？と聞かれ、今はファーストしか守ってないですけど、我慢して使えばサードもできるようになる、と伝えたそうだ。だが、山田監督からは、そんな我慢して使わないといけない高校生を取ってきても、俺はよう使わんよと、ドラフトの方針を理解してもらえなかったそうだ。監督が自分の指揮した機関の成績をいかに高められるかを、最優先に考えるのは無理ないわよね。星野さんのように、長期ビジョンを持って監督するケースの方が珍しいからな。結局この年のドラフトで、中日は1巡目指名で寺原投手に入札したが、4球団の競合の末に交渉権はダイエーが獲得したんだ。最終的には監督の意向を組むことになったのか。外れ1巡目の指名時点では、おかわりくんが残っていたが、中日は中京大中京高校前田明宏選手を指名したんだ。どうして中村選手に突っ込まなかったのよ。中田さんは、山田監督の下ではおかわりくんに十分なチャンスが与えられないと危惧し、中日で幸せな野球人生を送れないのではないかと懸念していたそうだ。俺はよう使わんよ、なんて言われたら、指名をためらうのは無理ないわ。また山田監督からは、高校生の野手を取るならキャッチャーを取ってよと、希望されたため、前田選手を外れ1位で指名したそうだ。まあ、中村武史選手の後継者が欲しい状況ではあったから、保守の優先順位を高めるのは理解できるわね。ただ、3巡目では九州共立大田上秀則保守を逆指名に近い形で抑えており、本当にプライオリティが高かったのかは疑問が残るところだ。またドラフト後にはメジャー移籍が破談となった、谷繁選手を獲得することになる。上位指名枠2つを保守に使った上に、外部補強でもキャッチャーを獲得したなんて、なかなかいびつな補強だわ。もちろん即戦力保守を獲得したからといって、将来の正保守候補獲得の必要がなくなるわけではない。FA 加入時点で谷繁選手は32歳と高齢になっており、次世代の保守確保は引き続きチームの重要な補強ポイントではあった。結果的に谷繁選手が息の長い活躍をしたことで、2000年代の中日は保守が弱点になることはなかったけど、編成的にはあまりよろしい状況ではなかったもんね。ただ、さすがに一度のドラフトでこれだけ保守にリソースを割いたのは得策だったとは言い難い。保守はポジションが一つしかないから、複数人育成候補がいると、ファームでの出場機会が分散してしまうもんね。監督の意向を聞くこと自体は悪いことではないが、現場主導のドラフトがチーム編成に弊害をもたらす可能性が高いと言わざるを得ないな。前編ではスカウト陣が一枚岩になれずに逸材を逃したケースを紹介したけど、山田政権下では、現場とスカウト陣の間の認識のズレが原因で、逸材を逃していたのね。こうしたケースは2004年にも発生している。この年のシーズン開幕直後に、落合監督からは日大那須野匠を1位指名してくれという要望があったそうだ。那須野って、あの裏金問題で話題になった那須野投手？確か横浜入団の際に契約金5億3000万円もらってたことが発覚したのよね。それだけの巨額が動いたくらいだから、この年の春先の時点で、スカウトの間では那須野は横浜入りが固いともっぱらの噂だったそうだ。しかし、当時の中日二軍監督だった佐藤道夫さんは日大の OB。その情報筋から、落合監督は他球団がまだ付け入る隙があると踏んだそうだ。まだ巻き返せそうだったのね。
ただ、中日が後から獲得競争に参入したことで、横浜も契約金の提示額を上げざるを得なくなった。そのため横浜のスカウトからは、もう勘弁してくれ。中日が一回会うたびに契約金が上がっていくと、泣き疲れることもあったそうだ。意図して稼がるかは置いといて、那須のサイドとしては契約金釣り上げるいい材料ができたわけね。結局は横浜がルーキーでは異例となる年俸3000万を提示するなどして、中日との獲得競争を制したんだ。その結果、中日はこの年の1巡目指名は将来性を重視して、スケールの大きい高校生を指名する方針を立てた。候補者は競合覚悟で東北高校ダルビッシュ有加、単独指名狙いで横浜高校涌井秀明の名前が上がったそうだ。結果的にどちらを選んでも、獲得できていれば大きな戦力になる投手ね。この年の中日は2巡目で北九州市立大中田健一。続く4巡目では日本通運河合進の指名が規定路線であったため、1巡目は思い切った指名をしやすかったことも後押しした。だが、その方針に落合監督が、そんな話は一切やめてくれと、待ったをかけたんだ。今年は高校生は一人もいらないから。今のうちに高校生を育てている余裕はないぞ。全員社会人か大学生で行ってくれと、要求されたそうだ。落合さんは GM 時代も、一貫して社会人出身の選手を好む傾向があるもんね。中田さんも、落合さんは自身が社会人出身で、25歳でプロ入りして大成した経験があるので、大学や社会人を経由した選手を指名したがる傾向にあったと振り返られている。ここではその方針の是非をとやかく言うつもりはないが、ドラフトでは将来性のある選手を求めた星野監督と、落合監督とでは真逆の方針だったようだな。今でも NPB では現場の意向を汲む傾向にあるけど、やっぱり監督は短期的な戦力の充実を求めがちなのね。落合監督がリクエストしたのは JR 九州樋口辰巳投手であった。一瞬で消えたオールドルーキーたちでも紹介したけど、ドラフト時点で28歳だったのよね。おまけにプロ3年間で一度も一軍登板を果たせぬまま、現役を引退したから、強烈な印象が残ってるわ。中田さんは樋口投手が故障を抱えていたことを知っており、リスクのある選手と見ていた。じゃあ、どうして指名したのよ。落合監督の希望した那須の投手を取り逃した後ろめたさもあり、樋口投手獲得を止めることができなかったそうだ。監督に振り回されて大変ね。中日が樋口投手獲得に動き出した時点では、西武がリードしていたそうだが、中日が参入すると撤退。その西武がドラフトでは涌井投手を単独1位指名している。中田さんによると、樋口投手獲得の動きはダミーだったのではないかと見ているそうだ。そう感じさせられるくらい、西武があっさり引いたのね。まあ、樋口投手本人がセリーグ志向な上に、ボーボが中日ファンということも、逆転に成功した要因だったそうだがな。ただ、ドラフトまでの時間が限られていたため、急いで獲得に動いた結果、選手の怪我の状態を十分に調査できず、これがプロ入り後の故障の多さを見抜けなかった要因であったようだ。スカウト目線だと、現場の意向に振り回された年だったのね。2006年のドラフトでは、後のチーム事情に大きな影響を与える選択ミスを行っている。この年の中日は高校生ドラフトで愛工大名電高校堂上直道を1巡目で指名。3球団の競合の末に、見事交渉権を獲得した。まさかそのくじを外した巨人の方が、坂本隼人選手を獲得して大きく戦力補強できるなんてね。ただご存知の方も多いだろうが、高校時代の二人の評価は圧倒的に堂上選手の方が上であった。また愛知県出身の一郎選手を取り逃がして以来、中日内部では地元出身選手は多少チーム事情を度外視してでも獲得するという空気感があったこともあり、早い段階で堂上1位が規定路線であったそうだ。後に坂本選手の方が大成することにはなるけど、高校時点での実績や評価は堂上選手の方が圧倒的に上だし、中日が指名しない理由はないわね。余談だが、落合監督はこの年の高校生の中では、駒大苫小牧田中将大投手を一番に評価してたそうだが、球団の事情を理解してくれたそうだ。さすがに、この状況を待ったかけられる人はいないもんね。そんな落合監督であったが、大学社会人ドラフトでは、希望枠を使って、キャッチャーを取ってくれという、要望を出したそうだ。谷繁選手の後継者問題が一向に解決してなかったのか。2002年に FA で加入以来、正捕手を務めてきた谷繁選手はすでに36歳と、かなりベテランになっていた。また2001年のドラフト1位前田選手は伸び悩み気味で、同年3位の田上選手は2005年に自由契約となりすでにチームを退団。ポスト谷繁が喫緊の課題になっていたのね。この状況で候補に上がったのが、東洋大田中大輔と國學院大学島本博選手の二人だったそうだ。後の結果を知ってる者からすると、絶対に島選手一択じゃない。
ただ、当時は二人に大きな評価の差はなく、実力は一長一短で、編成部は相当悩んだそうだ。最終的には落合監督から、迷ってるなら田中でいいんじゃないか?と言われたこともあり、田中大輔選手を獲得することになったそうだ。その選択が、その後の保守事情を苦しいものにするなんて、当時の首脳陣は思ってもみなかったでしょうね。中日逆指名失敗しでも田中選手について取り上げたので、手短に話すが、田中選手は大学時代から打撃に課題を抱えていた選手であった。東洋大学時代も、一度もリーグ戦で打撃充血に入ったことはなく、アマチュア時代ですらあまり打撃を得意としていなかったんだ。それがネックになってか、プロでのシーズン最多出場は2008年の17試合。入団後8年間で通算56試合のみの出場にとどまり、2014年オフには中日を退団しているんだ。通算89打席で、打率1割7分7厘、OPS495 からもわかる通り、打撃に弱点を抱えている選手であった。いくら保守とはいえ、一定以上の打力を持ってないと、出場機会を確保するのは難しいものね。またこのドラフト以降、中日は2013年に3位で桂より保守を獲得するまで、3位以上で保守を指名していないんだ。保守の場合はどうしてもチーム内で出場機会を分け合うことが難しく、一度正捕手候補を獲得すると、なかなか次の捕手を指名しづらくなってしまう。捕手を上位指名で獲得する、リスクが顕著に現れた形になったのね。中日が指名を見送った島選手は、楽天から3位指名を受けてプロ入り、楽天の捕手の層が薄かったこともあり、ルーキーイヤーから125試合に出場。プロ4年目の2010年には、打率3割1分5厘、出塁率3割8分、OPS757 の好成績を残し、ベストナインとゴールデングラブ賞を同時受賞したんだ。島選手ってそんなに打ちまくった年があったのね。以降はシーズンごとの打撃成績にややムラがあったが、それでも星としては十分すぎる打撃貢献を記録し続けて、プロ通算でゴールデングラブ賞とベストナインを2回獲得し、オールスター選出も8回と、2010年代のパリーグを代表する捕手へと成長したんだ。対照的に中日は谷繁選手の後継者がなかなか現れずに、2010年代は捕手が大きな弱点となっていったもんね。たらればはいくらでも言えるが、2006年のドラフトで島選手を獲得できていれば、また違った未来があったかもな。以上、ここまで中日取り逃し史を紹介してきた。時間の関係で書籍の内容をすべて触れることはできなかったが、その他にも中日ファンだけでなく野球ファンにとっては興味深いエピソードが多数あった。例えばどんなの?一つ例を挙げると、落合監督が大阪桐蔭中田翔の1位指名を欲しがらなかった理由なども取り上げられている。落合監督は就任以来、右の4番候補を欲してたのに、それは意外なことだね。その他にも吉見和樹、大野雄大などの故障を抱えていた投手たちを、なぜ上位指名で獲得したのかなども、興味深い内容であった。何々、気になるじゃないの。チャンネルのコンセプト上、ポジティブな結果は取り上げないが、成功したドラフトの裏側なども書かれているので、ぜひ手に取っていただきたいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。